自民党の菅前総理大臣は国内旅行の魅力を PR するイベントに出席し、観光産業こそ成長戦略の柱だと述べ、政府と連携して環境整備を進める考えを強調しました。時間かかってくると思います。宿泊業界団体が主催するイベントには47都道府県の宿泊業者や観光関連企業がブースを出展しています。菅氏は出身地の秋田県や選挙区の神奈川県などのブースを訪れ、ウィズコロナを踏まえた国内旅行の需要喚起に向けた取り組みなどを視察しました。観光産業こそ我が国成長戦略の柱であり、地方創生の切り札である、こうしたことを訴え続けてまいりました。私たち政府与党一体となって皆さんのこの観光が飛躍発展するような環境づくりをするのも役割であるというふうに思っています。菅氏はさらに、今回の催しを機に観光がにぎわいを取り戻せるよう取り組みたいと述べ、コロナ禍からの回復に期待を示しました。